おお、なんだ、精神の回か。塔の混沌の中を歩き回っている。突然頭の中のものが想像に本物であるように感じ始めた。マジ。え、 HP の回復できなくなるのやばくない？第1章のボスと戦闘。ああ、これは全然いいぞ。やってやんや。111。ファイ引いて奇跡。40ダメ、4も消費して、それはどうなの。いいカードある。ラグナロク引ければ同じだけど、まあ、やってみるか。引けなかったわ。3でしょ。5。保留？なるほど。じゃあ奇跡にしようか。スタイル変わるんだった。まあいいわ。よし。
入った。だったら、こっから分裂するはずだから、なるべく減らしといた方がいい。保留して、これで20、20、40、40だ。でも大丈夫。何一つとして問題ない。ジャッジメン、ジョン、ジャッジ。で、はいはいはい。じゃあこれやって、これやって。これ言ったら分裂すんじゃねえ。いや、いいか。こっちの方がいい。よし。もうダメ。ここで免疫来るか。引いて。マジ？運がないね。ほい。残り7。じゃあ戦術。これいらない。これもいらない。これもいらない。これもいらない。ワッコのもんでしょ。77、もう余裕です。余裕じゃないです。消して、ノーダメで行きたいところ。まあ7ぐらいなら次のターンどうとでもなるし。あ、やったね。 OK。 7ターン目の終了時、敵全体に50人、山札の上から3枚プレイする。どうしようかな。マントラでも10得ないと意味ないからな。切り開く運命。なんだこれ。急所を与える。ようわからん。あ、でもこれっすか。やったぜ。宝箱やな、これ。2ターン目開始時に14ブロックを入れて。強い。やべえ、999来ちゃった。これ審判聞かねえわ。これはやばいぜ。どうしよう。とりあえずこうして、とりあえずこうして、これどうすっかな。こうやって、まあ余ってるの使うか。いけ。時間経てば倒せはするんだけど、これきついね。振動使わん方がええやろな。
や999を削り切れる自信がないんだよな。やってみるか一回。はい、100？ 死んじゃうよバカタレが。何を考えているんだ。食らうの嫌だけどね、やるしかねえだろ。で、下手に振動使えないな、これ困ったな。どうしよっかな。60？痛い。次こそ死んじゃうじゃん。これ全力で生き残る。狂気マジでや。ああ、なんとかなった。よし。オッケー。マジで危なかった。こん中だったら、これかな。なんだ？モアイ？怖すぎんだろ、このモアイ。
え？血で赤く染まった鋭く大きな歯をむき出しにしていた。なんで？最大 HP30 も減んの？いやいやだ。で休憩。よし。バトルだ。なんだこいつ。タイムワープ。なんかようわからんの。えい、急所。よくわかりません。アタック。アタック。わあ。嫌いって言われたわ。30ですか。じゃあどうしよっか。まあどうするもこうするもないんだけどさ、ターン終了しちゃうからな。むずいなこれ。なんかある？なんもないな。だからこうやって。こうやって、こうやって、これで、この中でしょ。これ消しとこうか。じゃあ奇跡を使いまくる。なんだこれ、なんかすごいカウントされてってるけど、あれ何？12枚使用すると強制終了。ふざけんなよ何それ、強しくんじゃん。いっぱい引いてやろう。あーはー、最悪、ひどい。そういうことか。これは厄介だぜ。どうしたらいい？どうせいいの？ 20！ うわ！え？待って！ジャストじゃん！ジャストで死にます私。嫌です。Help me!
こん中でいらんの？これとこれじゃない？あれ？あ、戻れた。残り2でしょ。あんま意味ないよね。で、残り15しかない。4枚引ける。4枚引けるけど、そろそろやばい。こいつ強すぎる。相性が悪い。よし、うまくいった。うわっ、めんどくさ。どっちみちここで決めんと死ぬな。無理だな。待って、嘘でしょ。そんな悲しいことある？ねー、これはねー、どうしたらいいかな。なんかない？こうしたところでなんだよな。37ダメージ、うん、それはいいんだけど、あ、まあ使うだけ使う。そうだね、そ、使うのは全然ありだ。これやったところでなんだよな。これと、あ、スタンス解除。これはありだ。まあ、これと、これと、いやもうこれでいいや。で、終わったやん。ツンディ。なんてな、使うぜ。よし、なんとかこれで耐えれるけど、できる限りダメージを与えておきたいな。そうだね、5か。 OK、 優勝。はい、次で12でしょ。もうこれでいい。はい。
あ、死んどるやないかい。ちくしょう、強すぎる、マジか、むず。あ、マントラね。マントラ系強いのかもな。はい、ということで、ウォッチャーか、スレイザースパイアウォッチャー編終了ということで、まあね、一応エンディングは、女ハンター編、名前はサイレントですね。サイレントにてエンディングは見れておりますので、エンディングというかスタッフロールかな、スタッフロールは見れておりますので、スレイザースパイアこれにて終了とさせていただきます。この先おそらく何かあるんでしょうが、そこは皆様の手で見てみてください。そして私の仇を取ってください。お願いします。ちくしょう、いけんか、いけると思ったんだけどな。いや、最後相性悪すぎたね。いや、でも面白かった。ああ、ちなみにこのゲームですね、2024年、5月、今日何日、5月1日現在、スレイザースパイア、プラス入り PS プラスでは無料で入っておりまして、プラスに入っていればどなたでもできるということですので、もしご興味のある方はやってみてください。あとスチーム版と、それからスイッチ版もあるかな。うん、結構面白いローグライクゲームだと思いますので、もしよければやってみてください。はい、ではでは、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回別の動画でお会いいたしましょう。グッバイ世界、またねー。